はい、こんばんは、山亮と申します。さあ、どんな感じでしょうね。始まりましたよ。ついに、この企画の時期がやってまいりました。もう、一気に寒くなってきましたね。いや、本当に急に寒くなってまいりました。もう10月ですからね。そう、10月、うちのチャンネル、何やるかというと、始まります。カタログ総チェックですね。クリスマス&、おせち、カタログ総チェック2023。ってことでね、今年もやっていきますよ。ってことでね、去年はね、確かスーパー中心にわーっとやってた感じなんですけど、今年とりあえずカタログがね、やっぱ、コンビニさんとかああいったところの方のが、カタログの出来上がり早いみたいで、そっちの方の、カタログが、先に揃ったんで、ちょっと揃ったところからね、やっていこうと思います。っていうのもね、どこだったっけね、ウェルシアさんとかは、早期予約の、受付終了がね、なんかね、10日で受付早期早割みたいなのが一番最初のやつがなんか10月10日までみたいなねところとかがどこだったかにねあったりとかする感じでちょっと早めにやった方がいいんですけどとはいえねちょっとこっちもね予定があってもなんとかね資料を集めてそれをね準備して、やるのでねわたわたしておったんでちょっとね間に合わない早期予約にちょっとデータ間に合わないかもしれませんけどまあもうこれに関しては通常のね20時放送とは別でねもう追加で枠を取って、さらなるね、通常でもね、1日3本投稿やってますけど、うちのところ、それではもう全くもって置いとかないということに対して、5月のデータがまだ残ってますからね、もう年を越しそうなんですけど、大丈夫ですかね、そうっていう感じなんですけどね、うん、なので。これはこれでもう取って出し、取れるところがあり次第取って出してっていう形で、とにかく数を詰めていこうと思います。でね、前回ね、やつがね、まとめたやつをね、ちょっと再まとめしてみたんですけど、なんとね、前回のやつ動画の放送時間が全部で、13時間14時間だ。14時間ちょうどぐらいあったということでね、あまりにも長すぎるぞということなんですけど、今年もね、喋りますよ。いや、そのね、14時間多かったからね、そんなまとめてやろうってね、いうところですけどね、いえいえ、語らないといけません。いろんな商品が出ています。今年もいっぱい商品が出てますんでね、徹底解説をしていこうということで、第1弾ね、前回は、スーパーからね、なるべく攻めるようにって形でしたけど、とりあえず資料が揃ったところからということで、今回は、まずは、ローソンさんやっていこうと思います。ってことでね、ローソンさんの、やつがね、こちらになってますよと、おっと、間違えた。よいしょ、ローソンさんね、やつを見ていこうと思います。プレミアムクリスマスってことで、去年は、スキャナーで全部データを取って、そのスキャナーのデータを、掘り起こして、それをね、いろいろと、見ながらってやってたんですけど、今回はちょっともうスマホでね、ちょっと、パシャパシャしてやつで、パパッと進めていきます。その代わりって言ったらいいですけど、ちょっとスマホでやるなりのね、ちょっと工夫はしてますので、そのあたりでね、ちょっとなるべく見やすいようにとね、いう感じでね、やっていきたいなと思っております。ということでね、ローソンさんのクリスマスケーキのやつから見ていこうじゃないかというわけでございますね。ローソンさん、やっぱしね、まあ、全国チェーンのところは、コンビニなんかはね、こういった、早期割引のポンタのね、ポイントプレゼントとか、こういうので、いろいろとやってるっていうのも、特徴になってくるのかなというところですね。このあたりが、他のね、ところとどう違うのか、そのあたりとかもね、じっくりと見ていきたいと思います。さあ、ということで、プレミアムクリスマスということで、うちカフェのね、ケーキが、フラッグシップとして前面に来てますね。なるほどな。まあ、このあたりもね、もう昔はね、そんな、コンビニがね、自社でね、スイーツ開発とかっていうのはなかったような時代もあったんですよ、昔は。なかったです。今となってはね、もう自社ブランドでね、そういったスイーツのブランドが強いのをね、特に、ローソンさん、うちカフェっていうのを持ってますからね。これがフラッグシップになってきてるっていうのも、一つ自社開発がこの辺りも進んできてるっていうのが面白いところですよね。で、パッと開くとこんな感じで、セットメニューの案内が最初に出てきますね。だから、なんていうのケーキのこいつがすっげえぜっていう高級志向なケーキとかをドーンと乗せてくるところとかも多分今後出てくると思うんですけど、まあそういうのね、やらせるとやっぱ専門店とかにどうしてもね、ローソンって全国何千店舗ってあって、それにね、全部にデリバリーをするっていう供給能力のことを考えると、これ安定供給をするためにどうしてもね、そのあたりはその本格飛行点のところと比べると難しい。それに対してじゃあ強みは何かというと、やはりこの総合力、特にコンビニはこういう傾向になってくるのかなというところですね。ちょっと今後セブンさんとかファミマさんとかがねどうなってくるのかというところなんですけど、ただねセブンファミマさんはねそうカタログが出たみたいなんですけど、なんかねミニストップさんだけはねちょっとまだねカタログが店頭でちょっと見当たらないんで、ちょっとまた揃い次第という形になると思います。まあとりあえずソーダとここはやっていこうということでね、まあこんな感じでセットメニュー、いろんなアソート、チキンとかね、このアイテムとかの総合力で、スケールメリットを生かしていこうって形ですね。ですからこれも1万3180円お得。こっちも3180円のところということで、それのセットメニューという形で、うちカフェのやつと合わせてっていう形でやっていこうということで、まあ、この辺りがだいぶやっぱ総合力の強みというのを使ってますよね。黄金チキンですね。これ黄金チキン20個入りで、ローストビーフにサラダオードブルということで、フラッグシップとして置いてあるのは、やはりファミリー向けにドンと買ってもらおう、やはり単価をね、稼ぎたいというので、この辺りにかなりお得な、やつをしてますよってことですね。これも、ローソンアプリで予約するとこんだけ安くなりますよって形らしいです。で、これは、ただこれセット販売でやってるっていうわけではなくて、各割引を使うと総合でこの価格になります。ですから別にセットで買わないとこの値段になりませんよっていうわけではなくて、それぞれ個別の割引があるんで、それを使ってもらうといいですよっていう形ですね。なるほど。なので、この辺りはファミリー向けにこういったでかいのでドンと取りたいっていうのもある反面、やっぱコンビニって、シングルの方の利用の需要が非常に多い、比率がね、高くなるっていうところも見越して、こういった感じで、セットでないと割引じゃないよっていう形にしてあるのは、カスタム性が高いっていうのも、一つ、特に最近の若い方、結構カスタム性の高いものを、好む。結構ね、おじさん世代と違ってね、我々 おじさん世代はね、まあ、私なんか結構、そのパソコンなんかもね、結構カスタムしてやったりとかってしますけど、まあ、比較的、いわゆるおまとめツアーとかね、パックものとかね、おすすめセットみたいなものとかをね、とりあえずもう、ポーンとね、やっといたらいいやっていうね、ところが多い中、結構やっぱ若い方はカスタム性の高いもので、コスパね、自分に合ったコスパ、のものを、作っていくっていう傾向があるみたいですね。そのあたりとかもこのあたりのメニュー表とかに出てますよね。昔のそういったセットメニューの売り方ではこういったのなかったよなとは思いますね。コンビニとかに限らずね。で、このあたりとかもそういうので作ってあるっていうのは面白いですね。まあ商品、個別はこの後いっぱいまだ見てきますんで。まあ、じっくり見ていくものじゃないですか。はい。長いですよ。今回も。長いですよ。さあ、ということでね、これとかいいですよね。普通に、チキン20個とか食べたいな。一人で L チキン20個。食えんことはない気がするんだよな。今度やってみようかな。っていう感じとかですね。ありますよ。という感じですね。で、プレミアムクリスマス。こっちじゃない。こっちに持ってかないといけないね。それぞれがこんな感じでアソートがあります。こんな感じで、それぞれをアップで撮った写真とかも、組み合わせる形で、いろいろと紹介できたらなと思ってます。この辺りとかもね、ピザとかもね、これ冷凍のやつかな。やつとかが、こういう感じで置いてあるんで。いいですね。なるほど。で、ケーキとかも結構早得割引とかでね、結構安くなるっていう風になってるので、まあ、このあたりもね、ケーキ、詳細はね、どんどんと見ていこうと思います。あとすみません。ちょっと余談ですけど、マイクをね、まだ、ちょっと前に上げた山田決算会のやつでは、古い方のマイクを使ってたんですけど、これはね、ちょっとこっちの、新しいマイクを使っております。っていうのもね、何せ長丁場で、これから一体何十時間喋るんだというね、修行に入りますんで、なるべくね、声を張らずに済む。まあ、夜もね、ちょっと撮ることになると思いますんで、なるべくね、声を張らずにね、取れるように、こっちのマイクですとね、単一指向性のマイクなんで、指向性が違うんですよね。そう。なので、こっちのマイクだと、多少ボショボショで喋るとね、とにかくこうやって近づけて喋ると、とりあえず音を拾ってくれるというので、こっちでやっていこうというふうにしておりますので、ご了承ください。まあ、こっちの方が音質はいいはずなんですけどね。まあ、私、聞いてる環境があんまり良くないんで。あんまりよくわかってないんですけど、耳もね、そんなこれはいいスピーカーの音ですねとか、何にも、これはさすがデノンのいい音ですね。あ、これが真空管アンプですねとか、聞いてもね、さっぱりポカーンってわからないんでね、そういう感じですね。っていう感じで、こんな感じでチキンとかもありますよ。まあ、このあたりの詳細はまあ、L チキとかはね、もう黄金チキンとかはね、もうすでに何回も食べたことあるやつなんでね、あれですけどね、ちょっと見ていきましょう。で、ページをめくるとケーキのね、単品が出てきます。これが一押しケーキ、フラッグシップってことで、ね、うちカフェ、自前のやつですね。ということで、いちごのショートケーキ、4号、5号、6号ってことで、やっぱ、これが王道でしょうってことでね、このいちごのショートケーキ、表に出てるの5号ってことで、まあ、これあたりとかも、断面とか見てもね、しっかりといちごが入ってるやつでね、ザっていう感じですよね。定番ですよっていうやつですね。滑らかな、北海道産生クリーム入りホイップクリームということで、しっかりとね、下の使ってますよとかで、2層の上層のみ、角切りのいちごがこっち側に入ってますよっていう形ですね。ですが、しっかりといちごも味わいして、クリームのね、やつってことで、ちゃんと定番の美味しさって感じにしてありますよね。で、4号サイズは、いちごのショートケーキ3213円ってことで、税込み3470円。5号だと、4540円。このあたりとかはだいぶ、一気にいちごの数とかも変わってきますしね。まあ、4から6人向けと。で、6号サイズになってくると、5250円。やっぱ世の中全体的には5号ぐらいがやっぱしメインになってくるのかな。パーティーでね、わーってやるよっていう時でも、よっぽど人数が集まるやつだったら多分6号とかになってくる形でしょうけど。まあ5号とかでね、まあ他にも料理をいろいろ食べながらですね、ケーキだけでね、これでお腹を膨らませようっていうんだったらね、5号だと、4人分取れるか、ね、4人で食べてもあれでしょうけど、まあでもそうか、女の子だったら、それだけでももう十分膨れちゃうかなっていうところですけどね、っていう感じですね。うん。ですのでね、まあ、これが、表に来てる。で、これあたりとかも全部アプリ予約でね、ポイントとかが入るし、割引とかもありますんでね、なるほどなというところですね。で、次に上がってくるのが、このあたりのちょっと、うちカフェの、同じくうちカフェですね。ですから、ショートケーキってくるんじゃなくて、あくまでうちカフェってことで、自社ブランド。やっぱこれの方がね、まあ、チャリンチャリンな話をすると、やはり、他社のね、やはりブランドをしてくるよりも、自社ブランドをね、こうやってして出していて、自社ブランドの買ってもらうのがね、やっぱし、効率が、チャリンチャリンの効率がいいわけですよね。ですし、まあ、これだけね、開発能力がついてきたっていうのがね、一つ強みだよっていうところでね、このあたりもね、スノーポンプ、すごいですよね。全国デリバリーできるので、こういうようなのがね、しっかりと作れるっていうのは、一つやっぱし、コンビニさん、今は強いな。うん。だって生クリームだけで一体何キログラムこれ調達しないといけないんだろうね。で、さらにそれのね、製造工場とかもね、しっかりといるわけですから、そのあたりのインフラがしっかりと整う。まあ、ないとこれできないですからね。これだけの自社ブランドを推していくっていうのはね。いちごなど丸ごと10粒、今度はスノーポンプってことは大きいですね。で、こっちの方は3粒ってことで、かなりこのプレミアムの方はいちごを詰め込んでる感じですね。なるほどね。で、さらに、チョコポンプもありますよってことで、ポンプ3つ。これも新しいですよね。最近のやつだとあれなのかなっていうところで、確かにイチゴたっぷり食べたいんだったらこれいいですよね。プレミアムのやつはちょっと5000円ってなってますけど、まあ何してイチゴがこんだけ入ってますからね。こっちがノーマルはこんな感じってことで、この周りにガーッと入ってる分、やっぱし、お値段もね、やはり、その分5000円か2800円ってことで、ちょっとね、お値段は上がりますけど、まあそれに見合っただけのね、イチゴが入ってる。なので、イチゴ好きな人とかはね、やっぱりこっち、これおすすめになってくるんじゃないかなと思います。まあ私ね、ちょいちょい言ってますけど、あまりそのフルーツ、あまり食べない人なので、どっちかっていうとクリーム、がっつり食べたいよの、生クリーム大好きな人なんで、そうするとね、あ、これとかいいですねっていうところですね。で、チョコポンプもいいですね。まあそうですね。チョコホップとかも入ってていうことで、キュウツイとかも入ってて、これかなり甘みもあって、ね、チョコ系が好きな人だったらしっかりとチョコが堪能できる感じになっとって、なるほどな、すごいですね。いいですね。で、次のページが、どっちかというとバラエティ系になってましたね。で、次がうちカフェと森半さんが、組んで作った、抹茶ケーキですね。まあ、やっぱ抹茶糖というのはね、絶対にいますからね。やはりその抹茶糖に、あった、あれですね。ダイナゴとかも入ってってことで、さ、和風な感じに仕上げてるんでね。これはこれで美味しそうですよね。いいですよね。もうね、全部それぞれ食べない。別にケーキ嫌いなわけじゃない。こんな真ん中で言う、オチの話でもないんですけど、多分、ね、知ってる方は、新しく見ていただいてる方は知らない人も多いのかな。うん。何やかんや増えてますからね、うちの登録者さんも。うち初版の事情がありまして、こんだけ特集やってますけど、クリスマスケーキはね、一切買わない。というか、まあ、だって普通に仕事なんでね。うん。なんなら多分夜勤になるはずなんだよな。だからクリスマスの夜はもうバリバリ、私はね、工場で作業をしてますんで、ケーキの毛の字もない。帰ってきて多分すき家食べて終わりでしょうね。そう、普段はね、クリスマスの夜はケーキとかもう買ってた時期もあるんですけど、どっちかというとね、クリスマスの夜はなぜかね、ココイチでね、カレーを食べるっていうのがね、昔からしばらく風習にしてたんですけど、夜勤が入るようになってからね、夜ね、もう営業してないんでね、買えないんでね、なかなかそれでもなくなっちゃったんでね、もう早い、ただの平日とね、貸してますけど、まあそれがね、まあ、なんで、ね、まあ、それいう感じだったんですけどもね、ちょっとね、いろいろとあってね、もう、一切、クリスマスにはね、ケーキは買いませんよというね、形になりましたので、気になる方は、今から3年ぐらい前の動画かな、で、ちょっと重大報告というね、めちゃくちゃ何の盛り上がりもないね、本当にお詫び報告のね、動画が上がってます。まあそこのところでね、もう一生、クリスマスにケーキは食べませんという話と、カンコレの引退とね、一生もうクリスマスに、ケーキは食べないことになりましたっていう、まあ黒歴史がね、ありますんで、はい。まあ、あれが生きてますんで、もう多分もう、それがあって、二度とね、ちょっとカンコレとね、クリスマスケーキはね、ご縁のない生活になっておりますんでね、そこはちょっとご了承いただければと思います。詳しくはそっちの、動画、特にリンクも入りませんので、本当に気になるなって方はちょっと調べてもらったら多分出てくると思います。はい。うん。出てくるのかなってことでね。まあ、ただね、ケーキ自体は好き。とはいえ、最近ケーキも全然食ってないけど、もう、もう1年ぐらい食ってねえな。って、ですけどね。で、あとはフルーツタルト4号。これはちっちゃいんで、2、3人向けってなってるけど、1人でもぶっちゃけいい気がするな、これ。フルーツ好きな人だったらね、全然これでいけると思います。うん。なるほどね。白桃、黄桃、白桃、白桃に、パイン、みかん、いちご。でね、がっつりと、フルーツが乗ってるので、フルーツ好きな人にはたまらんですね。まあ、ね、女の子とかでね、あれだったらね、うん、こういうのでね、頼んでも、いいんじゃないですかね、というところでございますね。なるほどね。で、次は、これね、フルーツタルトが3360円ということですね。で、次が、ダブルチーズケーキですね。私はね、どっちかというとこういうのが好きですね。山崎だしですけど、キーリのね、クリームチーズとか私ね、チーズケーキね、なんて言ったらいいの？チーズケーキ、この、なんていうね、チーズががっつりの、なんていうの、スフレチーズケーキか、と、ベイクドチーズケーキと言いますけど、私ね、ベイクドタイプが大好きなんですよ。でね、このベイクドタイプのね、いいですね、チームクリーム乗って、チーズクリームがどんどんどんって乗ってね、色合い的にはね、やはり、そのイチゴとか乗ってないあれなんですけど、そう、今も言いましたけど、そんなにイチゴとかを好まないんで、生クリームとかチーズクリーム、うん、大好きなんでね、これいいですね。昔実はチーズ食えなかったんですけどね。今はもうすっかりチーズ大好きですね。いいですね。3980円ってことでね。私なんかこういうのが好きですね。チーズたっぷりいいですね。白いチーズがたっぷりいいですね。うん。で、次が、モンブランと、口どけミルクレープということで、モンブランこんな感じですね。まあ、モンブランもね、一つ、秋口ね、あれではありますけど、このね、秋とかに取れた栗とかがこんな感じでね、いい感じになってきますよね、というところでございますね。まあ、本当にいろいろありますね。渋川ダイス、ですが、ちょっとね、ビター感もありながらの甘い。いいですね。うん、そういうバランスいいですよね。うん。で、最後に向けて3900円ということですね。で、こっちはラズベリークリームと、ホワイトクリームの層と、クリープ生地のハーモニーということで、これは口どけミルクレープ。これは6号サイズということで、かなり大きいですよね。で、ピスタチオクリームに、フリーズドライフストロベリー、クレープ生地が入って、ホワイトクリーム、ラズベリークリーム、スポンジということなんで、クレープですけど、結構このクリームがしっかりと3層5層と入ってるんで、これ結構その6人から8人向けとなってますけど、見た目以上に多分相当食べ応え合いそうですね。なるほどな。いいですね、こういうのもね。はい。っていう感じです。で、次のページに来ると、いわゆるアソート系って言ったらいいのかな。うん。アラカルト系か、詰め合わせが入ってきましたよということで、ここがね、なかなかね、面白いですね。もうちょっとね、こういったアラカルト系とか、最近シングル系とか多いんで、こういうアラカルト系を前面に持ってくるところも多い中で、比較的コンビニさんがあいた本格、自社開発の本格志向系を前面に出してくるよっていうような風潮になっているっていうのは、一つその商品開発能力がやっぱ強いんだなとかっていうのが見えてくるところですね。そんな中でね、ちょっとね、気になるところがいろいろとあったんですよ、これ。いろいろと入ってますよっていう形なんですけどね。旅行気分ってことで全国でね、割りあったんですけどね。いやー、これはね、衝撃が走りましたね。まあね、宇治抹茶ショートケーキ。ああ、なるほどな、宇治抹茶のね、ところで、ね、はいはい。で、東海中部からあんバターってことでね。で、あとはずんだね。に、ダブルチーズケーキに、和梨ショートケーキに、これ、抹茶、あんバター、ずんだ、ね。で、ダブルチーズケーキ。で、梨のショートケーキね。で、ここは紅はるかが入ってきて、で、和三本のショートケーキも入ってるみたいですね。で、さらに、あまおうのね、はい、ショートケーキってことでね、がいろいろと入ってますよということで、いろいろとバランスもあっていいんですけどね、気になったのはこれですね。おっと、三重県そうか、こっちに入ったか。ね。まあ、宇治抹茶はね、結構その抹茶のね、産地としてはね、実は四日市も入ってますから、まあ、悪くないからなんですけどね、どっちかというとね、こっちのがびっくりしましたね。あれ？福井は中国に入ってる。福井はこっちで、で、三重はこっちに入ったのね、と。お、そう割り振ってきたのねっていうことで、これはちょっと驚きでしたね。はい。うん。まあ、そこでしたね。どっちかというと、福井がね、西に入ってね、まあ、石川とかがどうかな。富山も、どっちかというと、西中は、どん兵衛で言うと、確か富山の途中で切れるはずなんですよ。そう、金沢とかこっちの方は完全に西寄り。この前もね、まだ動画、だいぶ先になりますけど、撮ってきたんですけど、金沢行ってきたら、やっぱり関西だしのね、お出汁でしたね、うどんとかは。でしたんで、それは普通のうどん屋さんですけどね、っていう感じでしたし。まあ、だしで言うと、まあ、三重も関西だしにはなるんです。その、どん兵衛は東が置いたら、この辺りで切れるんでね、どん兵衛。この辺りで切れて、こう切って、こんな感じで切れるのよね、どん兵衛の東西の線って。なんですけど、うん。こっちまで来たか、ここまで中部攻めてきたかと。ここが丹後半島でね、ここら辺が舞鶴な、丹後半島と考えたら、この辺が舞鶴なんだけど、攻めてきてるな。おっと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 、そうなりましたね。まあ、そんなだけの話です。はい。ということで、組み合わせは、8個入りで4480円、という形でございますね。何人向けくらいなのかな？4から8人向けってことで、かなりばらけてますけどね。うん、まあ。8種類分ってことですね。まあ、カットもしてあるし、いいですよね。ぶっちゃけ、ホールケーキ買うとね、何が大変ってね、カットするの大変じゃないですか。うん。私の場合ね、厄介なのがね、今までの人生ね、比較的そういうケーキをね、やるぞっていう時にね、こういうのは上手い人、まあだって飲食業界とかにいたからもあってね、着るの上手い人がね、絶対誰かいたんすよ。でね、その着る人も分かってるじゃないですか。山田は下手やと。みんな分かってるんで、俺に切らせることもなくね、みんな切ってくれると、いうことだったんですけどね。ってやってきた結果ね、一切その切るスキルがね、上がってないんでね。うん。逆に果てに一人暮らしなんでね、ホールケーキを買ったところにね、一人で食べるのにわざわざ切るのもなーって言ってね、そのままむしゃむしゃ食べちゃうような癖がついちゃったんだよね。ダメですね。ということでございます。なので、このカツズみたいなのは実はありがたかったりしますよね。そういうあたりでね。で、もう一つ、こんな感じのが出てきました。シンプルショートケーキってこれ2490円らしいんですけど、6号サイズで2490円。で、要は、もう、シンプルに、こんな感じで、もう、バターケーキとはまた違うんですね。ショートケーキで、中にはどんな感じなのかな、1個2個だけ、別添えであってっていう形らしいです。で、あとは自分でね、カスタムペンで、フルーツとかはまあ自分たちでね、それで好きな感じで作ってくださいねっていう感じなんで、意外とこういうのね、YouTuber さんとかにはね、こういうの創作力試されるかもしれませんよ。いいですね。なるほどね。って感じですね。こういうのかもね、いいですね。で、ピーチが入ってるんだね、中は。はい。ちょっともう白くなっちゃってる。うん、こんな感じでね、ホイップクリームに、白と白なんで、ちょっとね、写真見にくいがあれになってますけど、ピーチにスポンジって感じですね。なるほど。じゃあシンプルですね。なるほど。いいですね。で、2490円とかですね。うん。まあ、こういうので、アレンジすると、若い子とかだと、最近はそういう、もね、好きな人が増えてきてますんでね、やはりオンリーワン、がいいよっていう人はね、こういうのが結構需要もできてきてるんじゃないかなと思います。で、次がティラミスですね。ちょっとこれすみません。色が飛んじゃってますけど、なんかね、端材を使った、なんかプレミアムロールケーキのこれで出てくる端材を、使った、もったいないを生かしたティラミスっていうことらしくて、これね、普通に私、ティラミスもね、大好きなんですよね。ティラミスね、めちゃくちゃ大好きなんでね、いいなぁ、これってね、思いましたね。2500円。ね、値段もね、4号ソフトなんで、まあ別に一人で食えちゃうしなぁって感じですね。いいですねってことですね。うん。現状にアルコールを含みますっていうことなので、ちょっとね、子様とかを吠えで、ちょっと、そうか、ダメなんだ。弱い方、妊娠授乳中の方はご援助くださいって形で、要は、法律に触れるあれではないですか、焼き菓子なんで、大体ブランデーとか使ってることが結構よくあるんですよね。こういったワインとかブランデーとかをお菓子で使うってことあるんですけど、まあ、基本的にアルコール飛ぶんで、基本的には問題ないんですけど、まあ、こういった感じで、ティラミスとかだと、ちょっと気をつけてくださいねということでございます。なるほどね。うん。この辺りお酒しようとか全部書いてありますので、この辺りさすが全国チェーンのあれですよね。しっかりしてますよね。で、ここがアソートですね。なるほど。いろいろとプチケーキが楽しめますということで、プチフールクリスマス詰め合わせ12個入りということでございますね。4060円で12個。種類が何がある、レアティーズカップラズベリーにマンゴーケーキ、チョコケーキ、レアティーズカップの、マンゴーに、モンブランタルトに、マカロンタルト、チョコ、ストロベリーにピスタチオタルトにミルキータルトに抹茶ケーキ、ストロベリーケーキ、ブルーベリータルトにレアティーズカップということで、それでわーっと入ってますね。白い線はマンゴー由来のものですよってことでね、ドーッと入ってますって形ですね。それぞれでわーっと入っておってって形ですね。これはまさにあれですね。どっちかというと、女性のね、人とかでね、いろいろと楽しみたいよって人とかね、こういうの。まあまあ、男子でも最近はね、いろいろと楽しみたいよっていう時に、これね、プチサイズのやつだとね、いいよねってなったりするんでね。まあ、ケーキがね、メインにするんじゃなくてね、他の料理とかもね、いろいろ食べたりとか、そういうのわーってやるのでね、一緒に付き合わせで置くんだったら、こういうのもね、またいいのかなとか。あとは、まあ、一人暮らしのね、女性の方とかだと、一人でね、ホールケーキね、4個とか、さすがにしんどいでしょうからね、こういったのがあると、ね、その単身世帯の女性の方とかには結構やはり需要があるのかなって感じで、そういうところにね、売り込みしやすいのは、やっぱコンビニさんは売り込みがしやすいところなんで、こういったのも、しかし自社ブランドでね、開発をやってるっていうのも、なるほどなっていうところですね。で、次が、ピーチをサンドしたケーキとチョコサンドケーキってことで、これあたりもじゃあ定番ケーキが2つですね。これはちっちゃいサイズなのかな。ミニケーキ、そんなに大きくないケーキでしょうね。4号サイズもないのかな、14センチってことなんで、のやつが2つってことですね。なるほど。これもね、ホールドケーキ、いろいろと楽しみ、チョコとね、両手もね、食べたいよーとはね、昔はね、まあそういう時はね、まあ、お兄ちゃんのだから我慢しなさいって言ってね、一つのケーキを選ぶっていうのがね、あれだったんですけど、まあというか、一つのケーキをみんなで食べるという、その共有するということをね、非常に重んじるところだったんですけど、まあ今はね、例えばね、ご兄弟の方がいてね、私はショートケーキがいい、私がチョコがいい。だったらね、アソートのやつにね、してね、それぞれ好きなの食べたらいいじゃんないのっていうね時代になってきてますからね、こういう需要もしっかりとあるんだろうなというところですね。で、あとは、これは、スクリームやあんを包んだ12種類のお餅スイーツってことで、和な感じでね、まあ、最近ちょっと生クリームとか、ちょっとがっつりしたのちょっと厳しいわっていうね、人はね、こういったね、餅クリームベストセレクションとかもね、あるんですね。なるほどね。12個入りで3280円ってことで。種類が書いてある、ラズベリーミルフィーユにキャラメルプリンにフォンダンショコライチゴショートケーキチョコレートウジキントリフロマージュに抹茶ティラミスカフェオレチョコバナナアップルパイにキャラメルかな形でクリーム系とかがあんまり多くないような形にして、要はちょっと生クリームケーキとかホールケーキをわーって食べるのはちょっとね小食の方とかだとね、厳しいよとかね、あとはねちょっとねあまりそういうクリームとかね太るものはちょっとという方とかはね、うん。こういったのもね、あるっていう形でございますね。なるほどね。もうちょっとね、クリスマス気分もちょっと味わいたいやとかっていうのには言うのかもしれませんね。なるほどな。って感じですね。あとは、ザ・シンプル。いちごのクリスマスケーキ。4号、5号、6号って形で、ね、2200円、3400円。ちょっとお安めの、まあ、ピーチとかパインとかが入ってるような感じの、シンプルな、あれですね、いちごケーキになってますよって形ですね。これあたりは自前なのかな。うちカフェのあれにはしてないみたいですけどね。そのあたりでちょっとブランド分けをしてるんですね。で、あとはココアスポンジにチョコクリームとか。まあ、このあたりとか、山崎からの、あれなのかな、OEM みたいな感じでやってるのかな。ちょっとわかりませんけどね。で、ここら辺にキャラデコとかも入ってきます。このあたりも完全にあれですね。うん。もしかしたらこれも山崎かもしれませんね。これもね、この辺りもかもしれない。特に書いてないですけどね。うん、で、次が、これですね。キャラデコってことで、やっぱお子様ね、いるところだとね、こういうとかも出てきますよねってことで、あ、別にこれラップしなくてそれぞれあるんだ。これはプリキュアかな。プリキュアが、新しいのになってますね。で、これですね、広がるスカイスプリキュア5号ってことでね、5号サイズのやつでね、まあ、お子様向けのね、こういったやつってことは、もう基本的には3人家族以上の、ところを、想定をしてますんで、まあ、これぐらいのサイズになってきますよねってことですね。はい、セットするとキャラでオリジナル音声があると。はい。まあ、やっぱりあるんですね、そういうの今もね、こうね、いろいろとあるんですね。今でもスマホとかと連動してやるんだね。やっぱ時代ですね。この辺りの、お子様向けのやつもおもちゃも変わってきてるなというところですね。で、これは、今の特撮は何やってんの？ライドケミー？仮面ライダーが、仮面ライダーガッチャードなんだ。へー。っていうやつなんですね、今は。もう、うちはね、このあたりとかは全然詳しくないんでね。なるほどなーって、まともだとこういうのとか。で、あとは定番系だと、今年はトーマスなんですね。なるほどね。はいはいはい、トーマスが来てますよってことですね。はい、トーマスの5号ね、という形でですね。なるほど。うん。まあ、このあたりもね、定番で好きな人はこういうね、あれですもんね、っていうことですね。で、いうふうになってくると、あとは他には、アレルゲン不使用の、卵、乳、小麦を使わないケーキとかね。これあたり、小麦粉なんですね。なんで、ちょっともちもちしてそうで、それはそれで美味しそうですけどね。4400、3639円、3930円といった感じらしいですね。なるほど。はいはいはい。で、これね、ちょっと宅配オンリーでやってるみたいですけど、5680円で、チョコケーキの、不使用の米粉ココアとか、そうなのでできるんですね。すごいですね。なるほどな。あるらしいです。5680円ってことでね。へぇ、乳も不使用なんだ。そうか。すごいな。卵、乳、小麦を使わずにね。なるほどね。で、隅っこ暮らしのケーキとかもバラエティで入ってきてますね。これあたり白桃、ホイップクリーム、アーモンド入り、ホワイトチョコレートのグラサージュで、チョコレートムースにベリームースにチョコレートクランチにスポンジとかで、かなりオリジナリティのある味のあれなんですよね。星のあれになってですね。隅っこグラスですね。お値段はなかなかいい値段になってますね。6764円ということで、サイズもちっちゃいですね。2、3年向けの、ちっちゃいやつになってるんですけど、まあやっぱ隅っこグラス好きな人は、やっぱこれもね、欲しいところかっていうところですね。うん。なるほどね。すごいですね。あ、これあたりでも宅配オンリーなんだ。だから宅配送料が入ってくるからね、どうしてもこれになるのね。で、いうのもあると思いますね。で、さらに、キティちゃんねと思いますね。キティちゃんの方のがちょっと安いんだ。ムースになってですね、マイハローキティ5個ってことでね。こっちの方がちょっと大きいですしね、ホイップクリームに練乳ムースにブランソワーズ。まあ確かに定期としてはこっちの方がやや定番感がある感じのやつなんで、その分ってことかな。まあでもムースとかもしっかり入ってるんで、美味しそうですよね。うん。キティちゃんですね。うん。で、これ、すみません、なんかこういう補正がかけた方が見やすいかなと思ってやってみたけど、いやまあ確かに文字情報は見やすいな。はいはいはい。今後の、資料作成の時の参考にさせていただきましょう。で、あとは、一条尽くしのクリスマスケーキ。これあたりアイスケーキですね。はい。が入ってきます。店頭で3500円とかで。これなんかもう店頭なかなか他のところ大変そうですけど、大変ですね。頑張ってくださいって感じですね。あと、コールドストーンね。そういや、コールドストーンって店頭見なくなりましたよね。昔、名古屋がどっかにできた時に行ったんだけどな。うん。こういうの好きなんですけどね。うん。なるほどね。こういうのがありますよと。パフェアイス6個セット。に、あとは、これは共同乳業さんのいろいろどんぐりパーティーパックってことで、いわゆるピノ系のね、ピノ系って、すごい乱暴な言い方をしましたけど、で、共同乳業さんでこういうのがあるんですね。なるほどね。64個入りってことで、これをね、置いとくとね、まあ、人でわーってやるとき、パーティーのときは、こういったね、個別のやつはね、本当にね、調整に役立ちますんでね、助かるんですよね。人数がね、10人以上とかいうようなところだと、これとかをね、パーッとね、ある程度数置いといたらね、これでね、たくさん食べる人はね、これはちょっと多めに食べてとか、そういったのがね、いろいろと調整が効くのでいいですよね。で、アベラルさんはまずパイ1つのアイスケーキが1つと、うん、アイスケーキに、こういったアイスのね、やつ6個セットに、まあ、このあたりとかもね、うん。ザですよね。なるほど。で、あとは、シュトーレンですね。はい。が入ってきますよってことで、マチカフェのね、やつに入ってますけど、ね、名前はシュトーレンにしてるんですね。これ、ドイツの焼き菓子ですよね。去年もね、あるところはありましたよね。いわゆるドイツだと、伝統的にね、このシュトーレンを、うちはシュトーレンって、ね、呼び方が慣れてますけど、伸ばさない方のがドイツ語風なのかな。うん。っていう、焼き菓子。これを切ってね、食べるよっていうのがドイツのこの伝統。あとは、なんだっけ、フランスだとブッシュドノエルか。ね、絵になった人。それはブッシュドノエルはなかったね、今回。というような感じですね。シュトーレンがありますよと。いうことで、やはりね、好きな人はね、これ好きなんでね。うん。ちょっと大人の味ですし、まあ、ワインが飲みたくなるんだよな、シュトーレンは。これはただののんべえなだけな気もしますけど、なんかあったりしますよ。で、あとはミルククリームのバウムクーヘンということで、まあ、こっちの方がどっちかというと定番感はあるのかな。うん。日本だとね、1700円でこういうのもありますよってことですね。で、あとはチキンね、いっぱいあります。まあ、基本的には黄金チキンとエルチキと唐揚げくんのいろんな組み合わせでお得なやつがありますよってことで、メインとして出してるのは黄金チキン20個入り。まあ、これは食べ応えあるよ。4人で、これ4人家族で買っても1人5個よ。これはね、食べ応えあっていいですね。L付き20個もいいですけどね、なるほどね。まあ、1人で食べきれちゃいそうで怖いけどな。あと、ちょっと買いに行きますか。こんなん見とったら、L付き食いたくなってきたよ。くそ、売ってるかなまだ。怪しいな。時間的にちょっともうなくなってそうだな。まあ、ちょっと、後で。雨が止んでたら買いに行こう。よし。うん。黄金的とかもありますよと、いう感じですね。20個入り、に、L チキ20個入り。まあ、やはり黄金チキの方がちょっとお値段は高くなりますけど、まあでもだいぶお値段安くなってますかね。この辺りで引き付けたい。チキンでね、もう今やチキンといえばね、ケンタッキーという時代からね、いやいや、もうコンビニで買うというのも一つ、この総合力ね、ケーキも全部揃えれますよという総合力でね、さらにチキンがこういったね、感じで、ブランド育ててきたっていうのも総合力強いなーってところですよね。これから多分、こんな感じで、多分コンビニさんはこういった総合力で押してくるっていうのが非常に多くなってくるのかなっていう予想はしてます。こんな感じでアソートパックとかもありますけど、まあ、これなんかもね、いろんなパックありますけど、これはまあ、店頭の方はなかなか、店舗、販売管理大変そうですけど、まあ、頑張ってください。これは大変だね。そうだね。もう、昔と違って、サンタさんのね、格好を着てね、適当にね、ちっちゃっとね、並べてたケーキを売ってた時代とはもうコンビニも変わりましたからね。これ、どれくらい、あれなんでしょうね、予約のね、部数とかどんな感じなんでしょうね、店舗あたり。まあでも、力を入れるところと力を入れないところ、まあ、店舗数がこれだけありますから、絶対できますからね、そのあたりとかの差もあるんだろうとは思いますけどね。なるほどなーっていうところですね。なるほど。チキンがありますよ。で、さらに、いろいろとね、アソート系とかもあるんですね。ハムアソート、成城石井。ああね。もう今やね、コンビニで成城石井が揃う時代ですよ。まあ、このあたりね、デリバリー能力が、成城石井がね、セントラルの、工場とかそのあたりとかしっかりと強化をして、しっかりとした、デリバリー能力が上がってきたっていうのもありますけどね。なるほどな、というところですね。こういったハマーソートとかも、あるんですね。わあ、すげえ。ああ、ワインが飲みたくなる。まあ、基本的にやっぱワインですよね。ブリね。ブリね。ティーザーソートなもんがな、もう、こんなもう、クリスマスを楽しめというよりワインを楽しめと言ってるようなもんじゃないですか。お寿司もね、まあお寿司はね、何やワインやないかと思うかもしれませんけど、ね、白ワインが合うんですよ。何やからスパークリングワインってね、スパークリング系はね、意外と寿司とも合いますからね。合うんですよ。私、何にでもお酒合わせちゃう人なんであれなんですけどね、説得力ないかもしれませんけど。さらに、だから、隣のページに来ると、こんな感じで、ワインのね、案内が出てますよってことで、フラグシップとして、ポンと出してきてるのが、YOSHIKIさんのね、ブランドのやつですね。これが買えるんですね、ローソンで。すごいですね。6200円。カルフィー750ミリで、こっちが、アンコール、アンコールっていうのがそのブランド名ですね。で、カベルネ、ソービニヨン、これは赤系かなのワインってことかな。で、のやつが6200円になってて、辛口のこれは、シャルドレですから、スパークリングかな、になってるやつが、5900円。税込み6490円ということでね。おー、すげえ、かなり本格的なあれですし。いやー、まあ、これ、ローソンでケーキ買ってきたよって言って、これ出てきたら、かっけえっすよね。すげえな。もう、一気にシャキンって閉まりますよね。すごいなっていうところがありますし、他のやつもね、やっぱすごいなっていうのが、このあたりとかもね、ランブルスコの、グラスパロッサディカステルベトロありますね。まあ、このあたりとか、そんなにあれな定番というほどもあれですけどね、リーズナブルなやつもありますけど、イタリアのね、ワインですね。これはマルティーニが買える、ローソンでマルティーニ買える時代なのね。そうなんですね。まあ、マルティーニは、でまあ、比較的一般的な、いわゆる、大衆向けな感じはありますよね。日本でいうところの、まあ、アサヒスーパードライみたいな感覚に近いっちゃ近いのかな。結構、全国、世界的にわーっと、デリバリーもされていてっていう感じのやつなんで、750ミリで1400ってことで、まあ、十分これも楽しめるところなんですけど、びっくりしたのがね、この下にね、あるんですね。モエシャンドン、モエアンペリアル。モエっすよ。もう今、コンビニで、萌えが買える時代なんですね。すごいですね。まあ、それだけ一般的にワイン文化が根付いてきたとも言えるのかもしれませんけどね。萌えね。こんな感じでさっと買えるんですね。当然まあお値段はね7,150円。まあでもねバカ高いあれまあ萌えですからね。まあそりゃこれぐらいの値段でね全然あるんですけどね。なるほどね。あれですねシャンパン萌えはシャンパンになりますよね。ああすごいですね。うん。で萌えシャンローゼもねあるんですよ。ローゼあるんですよね。いいですね。なんか。もう一つ、ね、お値段、高く、桁がね、ゆきちさんは飛んでくよってイメージがあったんですけど、この辺りとかだったら、あれか、ちっちゃいサイズか。サイズも、あれかな。これ、サイズがちっちゃいのかな ?32 センチ、いや。何ミリちょっとしまったわからないけど。いや、そうや、750だからちっちゃいボトルだね。そうだね、そうだね。うん。で、あるんだね。今、あるんですよ。750ミリですよね。あるんですね。で、さらに、ポメリ、ブリュット、ローゼンのね。いや、どうやってあるんですね。すごいですね。ポメリですって。あら。ちなみに、私、ポメリも萌えも、萌えはね、なんかで一口だけ飲んだな。なんだったっけ若い頃に一回なんかありましたね。重いやって言って、ちょっと飲ませてもらったことがあったけど、ポメリーとか飲んだことないですね。前もね、もうなんかね、結構飲んだ後からね、出てきたんでね、なんかあんまりちゃんと覚えてないのがね、心残りではありますけどね。で、スパークリングホープ。これはスペインのあるんですね、ブリュット。まあ、カレー菜とかもいいですよね。良さそうですね。スペインってことは、でもスペインでも辛口なんだ。どっちかというと、地中海系のね、甘いワインのイメージが強いんですけど、そうなんですね。いいですね。で、さらにワンちゃん用のやつとかもね、あるわけでございますね。いや、さすがですね。ワンちゃん用のシュートバーレルがあり、ギフトボックスもあり、で、猫ちゃん用のやつもね、チュールっすね。にゃんこ大好きチュールなんですけど、実はね、うちのにゃんこはね、3匹ずっとね、今も1匹ですけど、実はチュール、未到達というか、サインスタイルをね、ずっとね、やってたんでね、今の残ってる、子はね、もう、22か。22歳だよ。すごいね。にゃんこで22だよ。ですけど、うん。そう、20歳の成人式を超えましたからね、すげえなと思いながらね。比較的、ちょっと刺身とかもね、つまんだりしますけど、いろいろとね、食べますけど、チュールはそうや言ってね、まあ、もう今も年なんでね、シニア用のあれになってますけどね、サイエントのね。で、クリスマスケーキの案内とかこんな感じで、レシートとかを貼るとかって、こんな感じで個数管理なんですね。なるほどなんで、スキャンしてこれでっていうところなんですけど、これは、あれかな、でも、なかなかこれの、やつだと、ここにバーコードがついてあるようなタイプじゃないんですね。それで管理するんじゃないんだな。なるほどなというところで、ね、これなかなか管理は、大変そうな気がするけど、特に外人の人がレジやってる時とかだとなかなかこの辺りとか、なんか、難しそうな気もするけど、なかなか、まあでもそっか番号が振ってあるから結局番号管理できるのかって感じですね。うんで、いろいろとわーっとありますよってことなんですけど、よく見てみたらこれ、ターキーレッグとかあるんですね。あれ、どこであったっけすごいですね。とかともあるってことでね。で、さらにこういったケーキのサイズ表とかもあるんで、これでね、これぐらいの大きさなんだっていうのは使えめるんでね、4号とね、7号、どれぐらい4号と5号ってどれぐらい違うのかっていう、こうやってね、見てみると、そっか、こんだけ違うんだなってね、わかりますんでね。そう、意外とね、1号差大きいですからね。うん。うちもね、5号までなら一人で食う自信あるんですけど、6号はね、さすがに一人で食う自信ないですからね、とかがあったりしますよ。というので、こんなあたりとかも、宅配用のやつですね。こんな感じで申し込みして、店頭で、受付ができるのと、あと、ウェブでも受付はやってるみたいです。ただ、発送不可っていうことで、伊豆諸島とかね、あっちの方とか、小笠原諸島ね、に、北海道は利尻と礼文で、利尻とに、あと奥尻とね、に、対馬。この辺りとかはちょっと対応してないみたいですね。長崎の対馬とか、あと、大島だから奄美大島とかあっちの方か、あっちの方のと、沖縄も、あ、でも、うるまでもダメなの？この辺りとかは、あれか、月の島だから、海中道路渡ってた向こうか、もっと別の、あれか、離島か、ですね、宮古郡とか、八重山とかそうですね、宮古とか、まあそうですね、石垣も石垣島とかなんで、やはりちょっと離島のところだとちょっと対応ができませんということでございますね。まあまあ、そういうことはまああるらしいですけど、そういった発想とかで、ちょっと地方の人とかでも楽しめるように、いろいろと、工夫をしてある中で、ウェブ予約とかもできますよということですね。農産アプリの予約とかでやると、こんな感じで割引もとか、プレゼントとかもあるらしいね。ローソンアプリとかでやると非常にお得になりますよというあたりとかも、やはり総合力で攻めてるな、コンビニさん。やっぱ強いなというところでね、やってきました。予約券は12月16日とか、このあたりとからしいんで、まあまあ、まだね、間に合いますよと。全然ね、これはアップロードするときに間に合ってると思いますんでね、ぜひね、このあたりとかからローソンさん。まあ、この後またいろいろと見てきますけどね、すでに50分喋ってるの。そうか。おせちは分けるか。はい。ということなんでね、とりあえずね、こんな感じ、第1回ということでね、まあちょっとね、概要説明みたいなのも入ったのでね、ちょっと長くなったということにしとこう。きっとこの後もどうせ1時間以上喋るんだ。長丁場になると思いますけどね、皆様も頑張ってよ。誰得なんだ。俺も、ヘトヘトになるまで喋り続け、視聴者さんもこんなのをお見せいただいて、こんなのか、全店舗やるんだよ、今から。バカじゃねえの。っていう形ですけどね。でもね、喋り続けますからね。はい。もう、修行みたいなもんですから、見る側も喋る側も編集する側も、全部修行みたいじゃん。誰得なんだよって感じですけど。まあでもね、こういったデータのやつはね、誰かしらがまとめてくれたらね、また一つ、いいね、データベースになってかもしれませんからね。この後、おせちも頑張って取っていきたいと思います。その前に飯を一回食べよう。とりあえず、ローソンさんはこんな感じでしたよということでね、この後もまたいろいろと見ていきたいと思います。ということでね、この動画はね、これぐらいでね、一旦閉めて、次は、ローソンおせち戦行ってみようかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ということでね、この動画はこれぐらいで締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。とか夜中になってくんだよな。怖いな。どうしような。